ミッドフュージョンの定期メンテナンスに行ったよ。すぐに済むからちょっと待っててね。システムチェック開始。10、30、55、70、標準をコンプリート。ニテレクシステムスタンバイ。よし、システムに異常はないみたいだね。メンテナンスのついでに新しい機能を追加しておいたよ。それじゃあまたね。毎度あり。おい、レイム。近い。あれは一体いつになったら終わるんだい。だから近いってば。とりあえず離れなさいよ。すまない。何をそんなに興奮しておるのだ。少しは冷静になるがよい。そうよ。いきなりあれとか言われてもわかるわけないでしょ。あれと言ったら一つしかないだろう。最近この塔の屋上で始まった工事のことに決まっているじゃないか。毎日毎日あげてもくれても深夜になっても終わらない。耳栓も効果がないほどの騒音に地震と間違えるほどの振動。おかげで僕はここ数日一睡もしていないんだぞ。そんなこと私に言われても困るわよ。一体何の権利があってこんなことをする。ここに住んでいる身としてはたまったものじゃないよ。それはなんというか、凛之助さんが怒っている理由は大体分かったけど、なんでそのことで私が責められなくちゃなんないのよ。私には何の関係もないじゃない。うむ、その通りだ。お主の身の上には同情するが、霊夢に当たるのは筋違いというものではないか。何の関係もないだって。ふざけるなよ。彼女たちはみんなレイムの指示でやっていると言っていたぞ。これは異変解決のために必要なことなんだと。彼女たち？白々しいな。守谷神社の面々に決まっているだろう。何かあればレイムが保証すると言って誓約書まで持ってきたんだぞ。だほらこれだ。君のハンコも押してやる。本当だわ。まさかこうも明確な証拠があるとは。なんで私がこんな古典的な詐欺みたいなことに巻き込まれているのよ。詐欺ね。お主がこのような非道を行うやつだったとはな。正直見損なったぞ。違う、私じゃない、信じて。そうだ、ハンコはなくしたの。その誓約書のハンコは私が押したものじゃないわ。そんな言い訳が通じるとでも。見苦しいの。素直に罪を認めたらどうだ。これは罠よ。だって私何にも知らなかったんだもの。私が何も知らないということが、これが罠だという証拠。それをどうやって証明するんだい。それは、どうやら君は本当にはめられたみたいだね。え、信じてくれるの。ああ。随分とあっさり信じるのだな。
何か信じるに足る根拠でもあるのか。もしレイムが首謀者なら開き直って。何よ、私のやることに文句でもあるの。くらいのことは言ってきそうだし、こんな風に取り乱したりはしないだろうからね。なるほど、それは一理あるかもしれん。私ってそんな風に見られていたのね。よかったな、素直に信じてもらえて。これもお主の人徳のなせる技だと思うぞ。人徳？人徳があるってこういうことだったかしら。おっと、安心するのはまだ早いよ。確かに君は彼女たちの被害者なのかもしれない。でもね、君が首謀者である可能性がゼロになったわけじゃないんだ。ん？レイムへの疑いは晴れたのではないのか。回りくどいわね。要するに自身の潔白は事態の収束をもって証明しろってことでしょ。まあ平たく言えばそういうことだね。おお、そういうことか。言われるまでもないわ。こちとらありもしない罪を押し付けられて黙っていられるほど大人じゃないのよ。あいつらにはきちんと落とし前をつけてもらうわ。うむ、跡形もなく燃やし尽くしてくれようぞ。そうか、それなら安心だね。この件は君たちに任せることにするよ。行くわよ、ふと。オン！て、おい！どこへ行くんだ？どこって、この塔の屋上に決まっているでしょ？そこの入り口から入っても最上階までしか行けないぞ。屋上へ行きたいのであれば、裏口の方へ回りたまえ。裏口？なんと、そのようなものが？そんなものがあるなんて聞いてないわよ。今初めて言ったからね。ね、その裏口とやらはどこにあるのよ。店の倉庫さ。そこに裏口へと続く階段があるんだよ。後輪堂に倉庫なんてあったかしら。ほら、カウンターの脇に通路があるだろう。その通路の先が店の倉庫になっているんだ。こんな通路、今までなかったわよね。なーに、細かいことは気にするな。君たちは黙って屋上を目指せばいいのさ。いや、でも…うむ、余計なことを考える必要はない。我らは黙って、邁進すればいいのだ。そうね、そうしましょうか。さあ、行くわよ。私の核エネルギーで全てを溶かし尽くしてあげる。なんだよ。うりゃ、やだ、何すんのよ。許せないんだから。
消えろ。
決めろ。ちょうど喉が渇いてたのよね。くらえ。おいしい。くらえ。はい。陰陽丹。そこよ。ちょうど喉が渇いてたのよね。消えろ。はい。
くらえ。さあ、目にもの見せてやるわよ。ちょうど喉が渇いてたのよね。美味しい。そこよ。出よ。てい。
わね。くらえ。このカードで道を切り開いてみせる。ようこそタンザブヤへ。あ、おいしい。その品物。サイドアリ。やるわね。また来てくれよ。お妙弾テイク。うわ、何よこれ。おお、ずいぶんとでかくて立派な神社だの。というかこれ神社なのか。森屋神社の連中だけでこんなものが作れるとは思えない。一体誰が。ああ、レームじゃないか。話には聞いていたけど本当に来たんだな。なるほど、あんたの仕業だったのね。どうだい、なかなかのもんだろう。業界広しといえども短期間でここまでの工事ができるのは我が伊吹建設だけだと思うぞ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。この工事のせいで一体どれだけの人が迷惑していると思ってんの。主にお主と降臨堂の店主だけだな。わかったら今すぐこれを取り壊しなさい。いや、そんなの無理に決まってるだろう。こっちは正式な依頼を受けて工事を行っているんだ。どうしてもって言うなら依頼主から許可をもらってきてくれよ。これ以上は話しても無駄なようね。うむ、これはもう力ずくで何とかするしかあるまい。というわけで今からこの神社をぶっ壊します。ついでに火も放ちます。へえ、問答無用ってわけかい。面白い。やれるものならやってみな。ええ、そうさせてもらうわ。相手は一人だ。
一気にケリをつけるぞ。私が一人だって？そんなわけないだろう。私に喧嘩を売ったんだ。うちの若い衆が黙っちゃいないよ。さあみんな出会え出会え。好きにさせてもらいます。では早速火を。お待ちなさい。まだ勝負はついていませんよ、リームさん。サナエ、このミラクルタワーは私たちの計画のために必要なものです。今破壊されるわけにはいきません。悪いけどあんたらの都合なんて知ったことじゃないわ。この建物は今ここで破壊させてもらう。おい、準備ができたぞ。もう着火してもよいか？ええ、お願い。レームさん、私が何の対策も講じていないと本気で思っているのですか？どういう意味よ。先ほど白霊神社に資格を送り込みました。あなた方がここに火を放つようなことがあれば、その瞬間白霊神社からも火の手が上がることになるでしょうね。なんと卑怯よ。なんとでも言ってください。私たちミラクルパーティーズはこのミラクルタワーを拠点とし究極の奇跡を起こします。天と地を滑る幻想郷を真の平和へと導くのです。天と地をすべ真の平和へと導くですって？ええ、その通りよ。な、何やつ？あんたはそこの司会戦とは初対面だったわね。私の名はひなない天使。幻想郷の民を救うべくこの地に舞い降りた天人よ。天人様？よもや生きて天人様とお会いできる日が来ようとは。何よ改まっちゃって。こいつは不良天人とか呼ばれてる天人崩れよ。そんなに大したやつじゃないんだから。何を言うか、天人であるということはすごいことなのだぞ。厳しい修行を積んだからといって誰もが天人になれるわけではない。天人になれなかった者が仕方なく仙人へと下るなどということもあるくらいだ。ふーん、仙人の世界にもいろいろとあるのね。久しぶりね、白霊の巫女。ええ、久しぶりね。もしかしてあんたが黒幕なの？黒幕？ね、黒幕といっても過言ではないわ。ならあんたを倒せば全ては丸く収まるってことね。あら、私たちの計画を邪魔するつもりなの？私たちの計画が成功すれば誰も白霊神社を必要としなくなります。レームさんも安心して隠居できますよ。おお、結構な話ではないかな、レイム。ええ、そうね。でしたらここはおとなしく手を引いてもらえませんか？その方がお互いのためになると思いますよ。あのくたびれた神社に帰って好きなだけ堕落した日々をお過ごしください。魅力的な提案だけど言い方が気に入らないわね。もしかしなくても我らのことをバカにしておるだろう。あくまでも邪魔をするということですか？もういいわ、サナエ。天使さん、
将を院と欲すればまず馬をいよって言うしね。計画を実行に移すのは後回しよ。まずは白麗の巫女、お前に引導を渡してやる。相変わらず口だけは達者ね。ふっ、なんとでも言うがいいさ。我らはこのミラクルタワーの最上階にいる。ここまでたどり着くことができれば相手になってやろう。せいぜい頑張ってくださいね。おお、やつらの姿が消えたぞ。うむ、これは立体映像とかいうやつだな。原理はよくわからんが、蜃気楼を使った秘術とみてまず間違いないだろう。なあ、もう思いっきり面倒になってきた。しかし、なんとも挑発的な態度だったの。あれでは邪魔をしてくれと言っているようなものではないか。確かに悪目立ちしすぎよね。もしや何か別の狙いでもあるのではないか。そういえば、ん？何か分かったのか？ちょっと気になることを思い出してね。実は